明けましておめでとうございます。 Happy New Year。 皆さんこんちくわです。今日はちゃんとメイクをします。イエーイ。で、実はですね、ちょっと今日いいことがあったんで、それも後から話しますね。ツイッターのプロ、そうなんです、ツイッターのプロフィール写真変えました。あの着物にしました。まあ今月いっぱいぐらいでもいけるかなと思って、今月いっぱいぐらいだ。その後は何にするかまだ決めてません。いいことしたお年玉もらいました。でもそれじゃないんですよ、なんかそれでいいことが起きた的な感じですね。あきょうめんたいこつぶつぶ。美咲ちゃん、え、そうなんですよ、美咲ちゃん増えました。美咲ちゃん増えました。なんか自分より年下は入ってくるって、まあ、まあ想像はついてたんですけど、ちょっとまさかの同じ名前が入ってくるとはちょっと思ってなかったので、ちょっとあのみたいな感じになりましたね。なんかあの1日のあの公演の前になんか8期生のなんか自己紹介みたいな感じでやったんですよ。それであのまあ研究生の名札ってあるじゃないですか、あれを私まあジロジロロと見てたんですよ。そしたらなんか同じ名前がいて、はっと思って、ちょっとびっくりしましたね。あれはあれはマジでびっくりしました。え、そうなんですよ、漢字はなんか同じ名前はなんかちょっとうっすらちょっと聞こえてたんですよ。だけど実際に見たこととかはなくて、同じ名前はなんかいてもなんかねえ同じ感じだとは絶対思ってなかったんで、私びっくりしました。そうですよ、珍しいのにと思ってびっくりしましたね。ペンライトありがとうございます。俺の兄の娘、おお、あ、そう、今日うわいいことがありましたね。そうなんですよ、すごい可愛らしくて、これなんか私あのちょっとあのしょげてたんですけど、拗ねてたんですけど、あ、ひさしーさん、クマありがとうございます。あのみんなあの私よりもあっちのみさきちゃん、あのもう一人のみさきちゃんの方が可愛いってずっとみんな言ってたんで、私はしょげました。そうなんですよ、7期がみんないや、あっちの美咲ちゃんの方が可愛いって言ってたんで、私は拗ねました。っていうのはありましたね。どこ行った、写メ撮ってくれて嬉しかった、滝生の子ブログに、あ、そうなんです、さっきそれ見ました、さっきツイッターであのいろいろ見てたら出てきました。そうなんですよ、びっくりしました、小6入ってきた、びっくりびっくり、1歳半ぐらい違うのかな、年齢で言えば。確かあの子2009年の、え、違うな、2年ぐらい違うんか、もうやば、怖っ、死んじゃう、2年ぐらい違うか、
日清さん、操作バナさん、ペンライトありがとうございます。新海さん、うちはありがとうございます。操作バナさん、こたつありがとうございます。ツーシーさん、クマさんもありがとうございます。ハーシーさん、手紙みたいなやつ、手紙みたいなやつありがとうございます。え、ビーツポーズってこれだよね、多分。モバイルメールいかにしよう、よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん、ぜひ私のミサピ言えないんですよ、私自分で言っときながら言えないんですよ。ミサッピメール、ん、ミサッピメール、あれ合ってる、私あやばい、自分で言ってない。ミサッピ、ミサッピロロレメール、ハッシュタグ、あのちょっとツイッターにね、あの上のところにちゃんと載せてるんで、ミサッピちょっと言えてないんです。ミサッピメール、見た目が可愛いんで、ミサッピメール。クニアさん、だるまさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ミサッピメール。ニューさん、ハートありがとうございます。あ、そう、あのさっきずっと言ってたいいことなんですけど、あれですよ、お年玉をもらったわけなんですよ。それで、まあ、新しいものを買ったんですよ。本当はなんか今日いろんなお店行ってて、なんかそこで見つけるつもりだったんですけど、なんかいろんな色があって、そのもの、ちょっとこの前が気になるね。なんかいろんな色があるんですよ、それが。だけど私の欲しかった色がもう在庫切れで、なんでネットで買ったんですよ。そしてそれが明日届きます。明日何か発表します皆さん多分何か、多分そのものを全員知ってると思います。明日ツイッターかブログのどっちかで書きます。私あのちょっと今年、あのもしかしたら私のあのなんだっけ、ツイッターのとこに貼ってるリンクみたいなのじゃないですか、あれをねちょっと見てくださってる方がいたらわかるかもしれない。ブログちょっと毎日更新頑張りますみたいなことしらっと書いてるんですよ。だからあ、そうなんですよ。あとブログね、絶対私でもネタがなくなること分かってるんでぜひね、あのちょっとあの書いてほしいことあれば言ってください。ネタなくなります、助けてください。そうだから連続で、そうです、だから連続でブログ上がりました。でも内容がね超薄い日とかもあるかもしれないんですよ。でもちょっとそれ許してください。そうなんですよ、モバメとブログ両方書いてたらあのネタがなくなりますブログで最近ニュースを見て人が、おお、そうなんですよ。私それもなんかちょっとこれ言わせてください、あの英単語紹介あるじゃないですか、なんか何を紹介したらいいかが分かんないんですよ何をね、なんですよ、何を紹介したらいいってなっちゃうんですよね。
それがあれなんですよ、やろうと思いながら結局できない一番の理由で。そう、あ、やってましたね、なんだっけ、美咲の英語講座、英語講座みたいな。そうさばなさん、サルありがとうございます。そうです、あれも結局ネタ切れあのちょっといつの間にか終わってましたそういつの間にか、なんかやるなと思ってたんですけど、なんか紹介するものがなくなってちょっと諦めました。そう、なんかね、なんか日本語を紹介してくださいって一体何を紹介したらいいか分かんなくなるじゃないですか。それなんですよ、すごい。こんにちは、こんにちは。何を紹介したらいいんだろうって思います。待てね、あ、私それやりたいね、あれやろ、あの今度の26枚目シングル、うん、26枚目シングルまた出るね。じゃあそことかいつかやりますね、また発表されたら歌詞が。そうですよ、そう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 、私日本語紹介してたんですよ。もうありがとうございます教官。そう、何を紹介したらいいんだろうって。私ももうだいぶ長い間アメリカ行ってないんで、あの英語は習ってるんですけど、今でも。カルちゃんありがとうございます、ハート。だからのあれだけまた頑張りますわ、あのミサキングリッシュの曲紹介、あれ結構好きだったんです私。はるちゃんハートありがとうございます。私ね、決めないとね、マジであの決めないと本当にあの忘れる何曜日にしようかな、何曜日にしよう、何曜日がいいですか皆さん。あれ曲紹介、あとあのやってほしい曲とかね書いていただければちょっと頑張ろうってちょっと私がなるので、ぜひやってほしい曲とかあれば。モバメが一番全部見てるかも私。なんかツイッターとかのコメントもとかブログのコメントも読むんですけど、なんか後から増えるじゃないですか。例えば私が、例えば10時に更新したとします、11時にコメント読みました、だから11時以降のコメントとかがでもあんまり読めてないと思うんで、一番モバメが全部読んでます。なんかモバメってあの自分が読んだらなんか既読しましたみたいな風になるんですよ。なんか自分がどれを読んでどれを読んでないか分かるんで、あ、リボン、あ、それやらない、リボンなんて本当にそれやります。リボンなんてちょっとメモらんと忘れる、私メモります。これ自分の歴史のノートなんですけど、本当に新しい歴史のノート買っちゃったんで全然使ってないんですよ。ほら1年生の分かる45番なんですけど、1年1組45番って書いてる。全然ね、もちろんお場面とかの返信ももちろん嬉しいです。落ちた、45番です。私メモ番号一番最後なんですよ。なんだっけ、綺麗じゃない？ちょっと失敗した。なんだっけ？
夢に前やりました。昔去年の9月にやりました。夢逃げ、ぜひ確か上の方にサーチボタンみたいなのがあるんで、私のツイッターで確か書いてるかな、夢は逃げないって多分書いてあると思います。ぜひそっちを見てください。 Don't miss it、 めちゃくちゃにやる。 Don't、 面白かったです。夢中人、すごい全部できるか分かんないんですけど、できるだけやります。夢中人って英語でなんて言うんだろうね。難しい。笑った、笑ったってなんて言うんだろう。でも私もね、分からない言葉とかもあるんで、すごい自分でも勉強になるんですよこれ。遠距離バスター、私遠距離バスターやったっけ。やってない気がする。やったかな、ちょっと確認しとくね。やったかな、遠距離。でも私ちょっと本当に安心したのが、英語キャラが被ってなかったことです。そう、本当に英語キャラ、8期のオーディションが決まった時から英語キャラ被ったらどうしようって、本当にそれだけがひたすら心配だったんですよ。何曜日更新とかいいんですか。週1ぐらいかな。ガチのがいいじゃん。いや本当にそれはそうです。それはもう負けます。何曜日更新とかは、青春のラップと、そう、中学生増えました。私とジオンと、ちょっと待ってね、私今8期生のみんなの名前マジでガチで頑張って覚えてるんですよ。ですね、ひかるちゃん、ごめんなさい本当に間違ってたらマジでごめんなさい。そして私と同い年でゆきのちゃんって子がいて、中1でみひなちゃんと、もう一人が私小6の子だけすごい印象があって、もう一人誰だ、りさちゃん、りさちゃん、ありがとうございます。もう難しい、もう難しい。もうニックネームとか超むずいです。ニックネーム超むずい。小学生の、そうです、中学生、あ、小学、さく、あ、そうです、さくら、なんだ、ニックネームがさくちゃんですか、ですかって。もうごめんなさい本当に8期生の皆さん、マジでごめんなさい。7期生が意外とおかしい名前が多い、確かに。シンプル系の名前が多い気がする。そう、名前イコールニックネーム、それは分かります。ミッヒーです、確かミヒナちゃんがミッヒーです。もう、そう、もう一人の子、ピカルンって子もいました。もう難しい、もう助けて。
ちゃんが小6、さくらもうダメだダメだ、とりあえずこれちょっと覚えておきますね。金子ピカ難しいです。もう難しい。いけほのかちゃんで、ニックネームがほのちゃんだった気がする。そしてもう全く覚えない、マジで本当に申し訳ない。もう全く覚えれ、ハッキーは中学生4人と小学生1人。おお、そう、サカッと確か松が多いですよね、名字が。頑張って覚えてます、ただ覚えれません、助けてください。あ、センターたら高橋さえちゃんに、ニックネームがさえ、ごめんなさい、充電がなくなりそうです。わあ、みひなちゃんだけ私知ってて、もともと公演とか出し始めた。ああ、カニさん、ハートありがとうございます。阿部ばっかなんちゃ、ああいましたね。確かニックネームがおばかぽんだった気がしますわかぽんさんもあれですね、ことさんのあそこにいましたよね。さえちゃんが大分県、ひかるちゃんが宮城県、どこから来てるのね。確かに2人ぐらい、あと岡山も1人いましたよね。名前が、名前がもう顔は出てくるんですよ、顔は出てくるんですけど名前が出てきません、本当にごめんなさい。7期生の時は企画史上の女の子ってすごい多分私8期生の方より全員ぐらい、ほとんど全員身長高いです。確か1人同じぐらいの子が1人だけいました。一番年上の何だっけ、みおちゃんだっけ、でしたあ、松野ちゃん、松野さん、でも割と記憶力悪くはないはず。あやかちゃん、あー、そうだ、それです。そして漢字が、あやにかなうだったはず、だったはずダメだ、ついていけない。20歳の子、そうですね、確か20歳の子。ゆなくん記憶力いいよね。もも、そうです、言ってました、ももか、大なんちゃらのももかがいなかったって。23の同期も、23、あれ、みゆっても23ですか、24じゃなかった、違う、23か、24だと思ってた、マジでごめん、みゆ、あ、和田さん24、あってた、よかった、24、和田さん24、みゆ怒るで
絶対怒るみゆ。ゆきのちゃんが確か同学年でした。和田さんは今年で20、今年で25か。私今年で14です。もうすぐ14歳です。もうすぐ14歳です。まだピチピチヒヒヒ。え、同期なんか48グループ同期の中で一番年齢差があったので何歳なんですかね。私とみゆが11違うんですよ、約。受験、そうなんです、受験生です私来年。やばいです本当に。もうどうしようと思うぐらいまで。ほぼ最大、ほぼ最大なんですかね、同期の中で差が広い。ベスト3には入ってますかね。12か、同期12日、今中2です。中学2年生。サワサバナさん、なんだこれ、お鍋っぽいの、ありがとうございます。愛知の高校を受けるつもりです。だいたいね、頭の中で決めてて、そう、愛知の学校で通おうかなって思ってます。もう本当にね、勉強しないでやばいです、やばいですって本当に。高校生でもやめないですよ絶対。そう、髪の毛切りたい、これぐらいにしたい、ちょっと切りすぎ、これぐらい。なんかもし切れたら、髪の毛の寄付みたいになるじゃないですか、それしたくて。これぐらい切りたい。だから、そう、ヘアドネーションしたいんですよ。なんかちっちゃい私めちゃくちゃ髪の毛長かったですよ、今より長くて。その頃にヘアドネーションするって、なんか伸ばすにはヘアドネーションするってお母さんで約束してたんですけど、私が切りたくないって言い始めて、結局その時できなかったんですよ。だからもし今回生きるんだったらしたいなと思います。ニッシーさん、お花ありがとうございます。SKE も11期生募集、 HKT も6期生募集する。ああ、募集ラッシュ。コパリョーさん、ハートありがとうございます。ユウさん、みかんのこたつありがとうございます。そう、切りたいんですよ。なんかめんどくさくてね、これぐらい、これぐらい。なんかアンジュには猛反対されました。これぐらい、すごい、いろんな方いっぱいください。
ミッシーさん、小林さん、テラちゃん、ギフトありがとうございます。そう、アンジュママに猛反対されました。ピーヤン、ロングス、え、切りたいな。そう、アンジュママです。お父さんは切ってもいいんじゃないかなみたいに言ってましたね。前髪は基本下げます。舞ちゃんパパ、舞ちゃんパパ、ロングも好きだけど個人さん、したいです。なんかね、もうこれでしょ、本当にこんな、うまく表現できないんです。わかる、わかります。それは、ね、そう、あれぐらい切りたい。ハッピーニューイヤー2022、マイケルさん、ありがとうございます。もっちゃんおじさん、もっつおじ、あんちゃんいつも、あ、30いつも言ってます、染めたいって。8期生は14人で、奈良県出身メンバー、美咲ちゃんと同じ前のメンバーいますから楽しみですね。確かに、こんにちは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 です、皆さん。どうしようね、切りたい、というのもなんか7期の中で切りたいブームがあるんですよ。45分までにします。45分まで。なんかね、ツイン、この前の YNN さんの時にツインテールしてたじゃないですか。めっちゃ顔が小さく見えて、そう、めっちゃ顔が小さく見えるんですよ、ツインテールと。そう、めっちゃゲームめっちゃ撮りました。私あのゲームめっちゃ得意なんですよ。あのゲームめっちゃ好き。ちょっと顔丸いです、これぐらい。ここの肉が全部なくなってほしい。これ、ここのお肉、これが、これぐらい。ジェンガ得意、私ジェンガマジで得意です。ジェンガ持ってるんですよ、私。ちょっと今どこにあるか分かんないんですけど、ジェンガ持ってます。ゆうさん、なんだこれ、明けおめ、ありがとうございます。ニューさん、こたつこたつありがとうございます。ジェンガとルビー、絶対ジェンガです。スマホからタブレットに移動したよ。としおくん、としおくん、いや、あれもう、後ろでまとめてるね、こんな感じでしたよ。まあ、くん、え、あれはもう結構前ですよね、考えたら。やば、やばい、いや、とうとう最年少じゃなくなりましたよ、私も。
シーさん、サルありがとうございます。あいつは最初に管理人を襲われたの。襲われてないです。そう、白塗りで泣きそうになりました。私マジで最悪と思って。カルちゃん、うちはありがとうございます。そう、なんか耳まで塗られました。正直マイティとかいや本当にモモレさんの凄さが本当に分かりました。正直イチゴも私ちょっとあれ嫌だったんですよ。いやまだなんか年をやってからなんかイチゴはすごい可愛く見えました。ゆうさん、こたつありがとうございます。おもち、あわたの時、ニッシーさん、めっちゃ可愛いマークありがとうございます。今日のブログ何書いたらいいと思いますか？まだ書いてないんですよ今日。それなんか毎日投稿するとか言いながらすぐやめたらマジで面白くないんで。ネタ募集します。いいね。嫌なのよ。昔、あー昔にあのケーキの着ぐるみ握手会で、ヤッシーさん、クマありがとうございます。何にしようかな。サッシーさん、アイスありがとうございます。やってほしいことはツイッターハッシュ、あ、いいですね。何がいいだろう。これにしよう。ミサブログ、もうすぐ決めちゃう。なんかミサ系が多いんですよ。なんだっけ、ミサ系が多いね。ミサできます。ミサブログ、さっきの坂田美咲ちゃんだ。撮りたい。そう、私1日に撮りたいと思ってたんですけど、ちょっと勇気が出なくて撮れませんでした、残念ながら。またいつか撮ります。ミサブロ、英語です。皆さん、これこれでお願いします。もう私ならしたくないですか。この2つかな。現在見えてる、これ二つです。
ショールームはミサルーム。筆記体書ける。自分の名前しか書けないです。しかも合ってるかはちょっとよくわかんない。自分の名前しか書けないです。しかも上手くない。下手。超下手私。あ、ぐちゃぐちゃ。ミサッタ、ミサツイ。サインあれは SKR とかかな、 SKR のところがちょっとだけある。TikTok ね、 TikTok 始めた。同じ名前で気になって見に来ました。わあ、ありがとうございます、嬉しい。ミサキが TikTok を始めたらミサトック TikTok みたいすごい TikTok ってさ、あれだよね、いいよね、ネーミングが合ってる。すごい光ついちゃった。ネーミングセンスがいい。漢字もえ、またま、あの 3人目ですかえ、すごい増えました。心に作民が増えましたそう、TikTok うまい。え、すごい、美咲が増えました。今日そう、8期生にもいますえ、待って、めちゃくちゃいるやん。美咲、美咲民、心に作民、ずっとくマジで毎日更新。え、すごいよね。私もでも TikTok 始めたんだけど、なんか最初の頃は調子乗って毎日投稿して絶対忘れそう、絶対そのうちさ更新途絶えそう。マジで1ヶ月に1回とかなりそうで、やだ。美咲を巡る戦い、美咲の乱テラちゃん、ペンライトありがとうございます。途中から更新、いや本当にそう、マジでそれ私です。絶対 TikTok 更新しなくなっちゃう。だけど始めたいんだよね、だけど始めたいんです。もうこれが私の悪いところです。珍しいから美咲ちゃん見た時運命感じました、イエーイ美咲チャレンジ始めて、え、始めたいです本当に。インスタやってほしい。え、インスタは私ちょっとマジであの映えができないので、ちょっとあれはやばいです。いや本当に三日坊主だと思う、すぐ調子乗る。でも TikTok 始めたいな。いや、なんかを記念に始めるとかもいいよね。全然、例えば来年お披露目2年目なので始めますとか。YouTube 遊べたら美咲チャンネル、それはもう絶対美咲チャンネル、美咲ちゃん、それは絶対だな。
全力で押します。同じ、ありがとうございます、嬉しい嬉しい、ありがとうございます。カルちゃん、バラの花ありがとうございます。今 何時、私45分に終わるとか言いながら絶対45分超えてる気がする。今ほら45分超えた。はい、45分47分、本当に私も遅刻しました。遅刻じゃない遅れました。ではね、ちょっとランキング見ます。いきます。13位の方、ロアさん、ありがとうございます。12位の方、ケフ PH さん、ありがとうございます。11位の方、スネドラさん、ありがとうございます。11位の方、カニさん、ありがとうございます。9位の方、新海さん、ありがとうございます。8位の方、カルちゃん、ありがとうございます。7位の方、クニアンさん、ありがとうございます。6位の方、ヤマちゃん、ありがとうございます。5位の方、ニッシーさん、ありがとうございます。4位の方、ソーサパナさん、ありがとうございます。3位の方、ユウさん、ありがとうございます。2位の方、ヒサシーさん、ありがとうございます。そして1位の方、マイケルさんです。ありがとうございます、ありがとうございます。ではまた次の機会にお会いしましょう。ツイッターのフォロワー数、1月13日、私の誕生日までにね、1万人目指してますので、ぜひともよろしくお願いします。では、あ、どうしよう、ブログネタ考えてなかった。やばい。では、ありがとうございました。バイバーイ。